デビット・オー・セルズニックはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の映画プロデューサー、脚本家。父親のルイス・ J ・セルズニックはキエフに生まれ、イギリスを経てアメリカへ移民。ピッツバーグで宝石賞となり1912年にユニバーサル映画に勝手に机を持ち込み映画ビジネスを始めたとの逸話がある。デビットの兄に大物エージェントのマイロンがいる。 コロンビア大学で学び、1923年に父親の会社が破産するまで映画の制作、配給、宣伝を学ぶ。1926年にメトロゴールドウィン・メイヤーに入る。父親のルイスと仲が悪かったルイス・ビー・メイヤーは反対したが工業面で差配を振るマーガスローの右腕だったニコラス・スケンクが後押しした。ちなみにセルズニックは メイヤーの娘のアイリーンと交際死後に結婚した。撮影所でアービング・タルバーグと衝突し、2年後にパラマウント映画に映る。ここでも総支配人の BP ・シュールバーグと衝突。その3年後、今度は RKO に移り、キングコングなどを制作。タルバーグが病気療養中にギフのいる MGM に、この復帰劇はサイン,インローと揶揄された。 野心家で人の下につくことを好まず、1935年に独立。セルズニック・インターナショナル・ピクチャーズを設立した。アイリーンとは1948年に離婚した後、1949年に女優のジェニファー・ジョーンズと再婚。スター誕生、全ンダ城の虜の後、超大作の風と共に去りぬっとイギリスから。 ヒッチコックを呼び取らせたレベッカで2年連続アカデミー作品賞を獲得した。完璧主義者としても知られ、作品に関しては監督に委任する方針を取らず、風と共に去りぬではジョージ・キューカーからビクター・フレミングへ交代させた上、サムウッドにも分担させた。ヒッチコックはレベッカについて、あのオスカーはプロデューサーのセルズニックに与えられた賞だと述べたほどで、ある。 うるさく口出しする方針が嫌われて、監督からも俳優からもうとんじられるようになり、契約を拒まれ、ろくに制作もできなくなる羽目になった。最後には多額の負債を抱えて破産寸前にまでなり、精神科医にかかったこともあった。妻であるジェニファー・ジョーンズとの関係は良好だった。ジョーンズは彼と結婚している間の1955年、母上で主役を務めたが、 共演者であるウィリアム・ホールデンのことを嫌い、夫が見たらどう思うかと言っていたという。セルズニックの能力は映画の絵画的な美しさにおいて強く発揮されたという評価、逸話もある。彼のプロデュース作品の短いテーマ曲は映画音楽の作曲家、アルフレッド・ニューマンが担当した。オープニングではそのテーマ曲に乗せて社屋が映し出される。1939年度の アービング・ジータルバーグ賞を受賞した。ありがとうございます。